AVN キャッシャーズムクラリティーだよ。よし、実践編。よし、先行制圧の形ができた。よし、やれんのか。実践で学ぶぞ。マジ。誘発ない、誘発ない。好きに動くぞ、俺は。私は好きに動こうと思います。よし、回る、回るぞ。回るんだ。合ってるよな、これ。ちょっと待って、今、鈍るだろ、これ。今、鈍るの音がした。ニビルの音したよな、間違いなく。なんか感じるぞ。で、これでゴーレムだよな。スクラップバイバン。で、これで、これスクラップとリンクリだよね。これスクラップとリンクリだよね、これ。これとこうだよな。合ってるよな。全部合ってる。何かを感じる。何か波動を感じるんです。で、これで最初こっち破壊するんだよな。最初こっち破壊して、そうするとその分1枚、この残りの破壊分の跡が取れると。で、こいつを破壊して、なんかやばいぞ。やばい。先にあれ出さなきゃ。じゃないと、スクラップキマイラを使わなきゃいけなくなっちゃうから。ここで星4、2体で。絶滅回避。きた。絶滅回避。
で、素材を支払ったことによってこいつも復活する。軌道がずれた。こっからどうしよう。アポロウサ出しちゃうかも。歴史が変わった。ハリファイバー先か。絶滅回避、絶滅回避。これジャイアントレックス落としていいよね。でこれで、これジャイアントレックスだよな。歴史変えちゃおっか。でジェットシンクの復活させる。でさらに、さあアポロウサも立てられます。見てて、で最後に究極進化薬出せば、あ、読んで出したらよかったわ。ラプター混ぜてよかったわ。確かに。で、これで最後に除外するのはこいつと。いや、でもこいつはエクシーズにできるから、うん。こいつはエクシーズにできるから絶対やってよかったと思います。はい。そう、エクシーズ最後。いや、これ素材にしなくてよかっただろう。で、コンダクターティラノでよくね。あ、何でも防げるから、これコンダクターティラノ。いやー、ゴア取るか。いやー、でも魔法トラップだから、アルコン？いや、アルコン。いや、でもアルコン出したい。そう、ラギア出すから、ラギア出すから、アルティメットコンダクターティラノ！そしてこれ蘇るぜ。最高の盤面、初戦にしては最高の盤面。見てくれ、見てくれ、これがティラノだ。強すぎる。やべ、強すぎる。三妨害、てか、四妨害、大丈夫、大丈夫、あれ？あ、ダメだ。ゴアトルだった。ゴアトルだったら、ゴアトルだったら、今度こそやれるかティラノ。ティラノは蘇るぞ。で
で、さらにこいつも蘇る。逃げおったか。で、直接攻撃はできません。なんで絶滅した？はい、ライフボール食らいました。なんじゃいなんじゃい。ライスト食らった。はい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 。早くバトルフェーズ行かせ。これ一旦に一回相手裏守備にできるよな。これ裏守備にしちゃっていいよな。いや、意味ねえ、意味ねえな。いや、意味ねえな。いや、でも、どうせバトルフェーズで変身してくるから、あ、メインフェーズしかできないから。意味はあるわ。そうだ、裏だと変身できねえから、それでこいつで殴ればいいんだよ。裏にしてこいつ殴って、こいつでダイレクトアタック。うん。そうだ、裏だと、いや、1000ダメージよりもこっちのが、うん。いや、裏にして、そう、裏にして、こいつで殴って、早く殴らせろよ。マジか、ライストで全部吹っ飛んだ。破壊するカード。破壊って何？破壊って破壊、あ、破壊しなかったな。あ、そっか、破壊はしなきゃダメなんだ。破壊をしなきゃダメなの？マジかよ。ひどいよ。まだ出せるんでね。まだいけるだろ、まだいける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 よ。まだいけない、まだいけない、まだ全然いけるぞ。ティラノは蘇る、何度でも。まだいける。裏守備にしたろ。あれ、この子、これにチェーンして裏守備にできないの？マジか。裏守備のタイミングマジ大事。裏守備のタイミングがマジ大事。裏守備のオフになってる。オフになってる。ここで打っていいんじゃないか。
あ、でもこれ無効にされるんだ。チェーンされるわ。何もするな。何もするな。何もすんじゃねえぞ。ただ攻撃力はどっち？攻撃力はどっちだ？てか俺まず最初何出されたっけ？怪獣出されて、いやなんかもう、いやほら相手が強すぎるよこれは。もう怪獣からのライストで全部吹っ飛んで同士打ちだがいいのか。ゲフ。やばい、もうティラノが2体やられた。まず1匹よ。いや守備表示、いや守備表示にはしないだろう。だって魔法トラップも防げる面がいたんだよ。普通に考えてあれは守備はないね。うん、結果論だね。プチープチープチー。だってさっき俺に当たったティラノは全攻撃表示だったよ。その勢い、そのデッキをコピーしたんだから、心意気までも反映していると言っても過言ではないね。ふん、いいね、最高だ。まあでもいい経験、いや初陣にしては素晴らしかったんじゃないか。